はい、こんにちは。札幌占い美容師さん山口のことです。今日も、リアルなサロンワークをちょっと見せていきたいなと思います。今日モデルさんの山崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんなかしこまってます。はい。山崎さんは、普段札幌で、DJ をやっている方で、髪の色見ていただくと分かるんですけど、もうすでにベースができているっていう非常にありがたい状態ですね。多分ブリーチも何回もされているので。まあ、今日はこの状態にカラートリートメントをちょっと被していこうかなって思ってます。まあ、結構ランダムな感じに、結構派手に仕上がるのかなって感じがします。毎週山崎さん多分クラブで回してるので派手でもいいんですよね。派手でお願いします。派手でお願いしますってなかなかいないですけど、まあ派手でいきます。はい。なのでまずカットからね、ちょっとやっていきたいと思うんですが、まあなんか僕見た感じあんまり短く切らない方が似合いそうな気がするんで、ちょっとパッツン系に、して普段外跳ねにするっていうこともあるんで、少しこう毛先の重さはあるけども、遊びがあるような感じで、毛先のニュアンスをちょっと変えたいなと思います。でその後カラーをちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、今日もショーバルタンを使ってカットしていきます。バックもうちょっと切って、バックもうちょい切ろうかなって思います。この辺をちょっと切っていって、サイドから切ります。で大体この辺かなっていう場所を見つけて、上からですね、手を上から持ってきていただいて、まずベースは一回きれいに切って、きれいに揃えて切ってあげて、それから崩しを入れていきます。でサイドちょっと切ったらもうバックですね。細かくまあ、僕取って切らないので、細かくこう取って切ってもまた切り直したら一からやらないとダメですし、あまり綺麗に切れないので、このままバツッと切ってしまいます。で、この辺はちょっと攻めるラインに切りたいので、今ラウンドしてますが、ハサミのラウンドの方じゃなくて、こっちの山切りの方を使ってサクッと切ってしまおうかなと思います。でノーテンションの状態でそのまま切ります。結構この辺切るときはまあちょっとレザーに似てるかもしれないですけど、先っちょ持って上を切ってますね。こう下で切るっていうよりは、持ったところの上を切ってるような感じです。今回はちょっと跳ねてもいいようなスタイルなんでそうしてます。で、刃はこう山切りの方でちょっとえぐるような感じでカットしていきます。でバックの方は今これで切れましたんで、これまあ後でね崩すので、サイドとちょっとつなげていきます。でサイドのところをバックにオーバーダイレクションさせまして、ここをつないでいきます。でサイドのところはここ浮きやすいんで、今度は少したるませるこっちの、丸く切る方をやるとちょうどいいです。で逆サイドも同様にカットしますね。人に切ってるわけじゃないですけどね。大丈夫です。で基本的に本当今日も単純なカットなので、表面とかもこのまま切りっぱでいいかなって感じなんですね。で、ポイントはここからなんですけども、以前やったようにちょっと下向いてくださいね。は
はい、またちょっと分かりやすく解説していきたいと思います。はい、まずブロッキングをちょっと取りながらですね、カットしていくんですが、今回はちょっとモデルさんの重さがドンと出てる方が絶対かっこいいんで、毛束の半分しか取らないでください。じゃあ毛束の半分しか取らないでってことはどういうことかっていうと、ここをまず切っていきますね。やってみれば分かるんですけど、ちょっと横の方が真下に引き出します。いいですか。この時にテンションかかってるのは右手の人差し指と親指がテンションかかってます。でこの状態でここに穴を開けます。中に、いいですか。中に穴を開けるんですが、これが表面の方まで行けば行くほど表面の重さがなくなってしまうんですね。で今こうやって下ろしてみた感じ、大体欲しいなっていう重さが見えてくるんですよ。それが大体僕の場合は盆の首よりちょっと下ぐらいの重さはもう欲しいなっていう感じがするんで、取るのはもう本当この襟足のとこぐらいですね。ここをちょっとえぐります。でどういうふうにえぐっていくかっていうと、はい、このようにして真下に取って、いいですか、このまま真下に取って、ここに穴を開けます。分かるでしょうかね。真下にやってここに穴を開けていきます。これでこの辺に動きが出ていきますね。まあ、パッツンのボブのカット法っていうような感じですね。ちょっとずつ、まあ、普段こういうふうには切らないんですけど、まあ、分かりやすくちょっとカットしていきます。はい、分かりますか。でこの重さを残すんですね。あえてえぐってるのはここをえぐっております。でここの重さは残してます。これが盆の窪よりちょっと上ぐらいのところですね。であとでちょっと毛先はペンシルでぼかしていきます。で基本的に、頭皮から放射状にこう取っていくような感じですね。頭皮じゃない、ゴールデンポイントから放射状に取っていけるようないくような感じです。で、ここも同様に真下に引き出して、中にこう出てくる毛がありますからそこを取ります。こうやったら中を取ります。で中のこの切ったところと切ったところのサイドとつながりはそんなになくても大丈夫です。ここがない方が遊び感が非常にセットした時に出るんで面白いかなと思うんで。でダメなのはこういう切るときにブレちゃうときですね。右とか左にブレてしまうと肘をねなるべく上げて切ると大丈夫なんですけど、肘が下がって切るとどうしてもこうやりやすい方になってしまうので肘を上げてカットしていきますね。で、ここをカットして肘を上げてカットしてちょっと取ります。こんな感じですね。でサイドに行けば行くほどこの幅っていうのは狭くなってくるんで取る量が多くなってしまうと薄くなっちゃうので、取る量は非常に少なくなってくるかなっていう感じですね。サイドに行けば行くほど。だからカットラインがまあ中にもう一個あるような感覚でしょうかね。雰囲気的に言うとここもこんな感じ。でまた自然に通って顔前は若干バックにオーバーダイレクションさせた方がいいです。短い毛がそのまま出ちゃうん でこのまま取っていきます。で顔周りはバックにオーバーダイレクションさせた状態で、はい、取りました。まあこのような感じですね。これでこっちが終わりです。で今度逆サイドを引きます。多分今日のカットは本当にニュアンスになってくるのでそんなに難しいというかもう感覚なのかなっていう感じですね。
で、こちらですね、見えますでしょうか。ここを右も左もぶれないようにして1枚の板だと思ってください。で、肘をしっかり上げることによってぶれなくなります。人差し指と親指で毛束を押さえて、それをひっくり返した状態で押さえたところを崩さないようにして、アール刃のえぐる方でですね、こっちで削っていきます。で、今回は以前のパッツンボブの時よりも、取る量を減らしましょう。取る量を減らすっていうのは、入れる位置をなるべく下側の方、ボンの首より下のところだけを取るようにしてください。まあ、こうやって細かく取っていってもいいですし、もし慣れてる場合はまあ僕なんか取らないんですけど、普段はその時の感覚でやっちゃうんですけど、まあ、これはちょっと分かりやすくですね、ちょっと取っておきます。またレザーカットではできないような、質感がやっぱりこのシザーでは出せるんで、いいのかなっていう感じがします。で、このまま下げて、真下に下げたのを取っていきます。はい、でこんな感じに、毛先のこう不揃いさが、まあ、とりあえずできたのかなって感じですね。で、ここで1個ポイントなんですけど、結構多いのが前髪切っちゃったよみたいな感じが非常に多いんですよね。で、前髪切っちゃってなんか伸ばしてるけどどうしようかなみたいな感じで横にこうごまかしてる方が非常に多いんですけど、そういう時どうするのかなっていう、なんか重さの位置がどうしても下がらないって言ったり、前髪がどうしてもここ存在感あって横となんかこう統一化できない、そういう場合はどうするかっていうと、無理やりでここをつなげてウエイトを下げます。その方法としては、これはちょっと難しいかもしれないんですけど、 R2 セニングっていうのを使います。これを最近だから、ね、久々の登場なんですけど、 R2 セニングを使うんですけど、これ何に使うかっていうと、そぎのハサミじゃなくてぼかしながら切れるハサミなんですよね。で、これを、どのくらい取るかっていうと、前髪が今こちらなんで、この前髪の点と少しこの下までね、無理やりつないでいくような感じなんで、どうするかっていうとですね、ちょっとよくこれは見ていただきたいんですけれども、ここのとかいりません、自然な方がいいので、ここのラインとここを自然にこうイメージだと、こうレザーでシューって取っていくような感じなんですけど、レザーだとやっぱりテンションかけて取っていくので、丸さがちょっと出づらいんですよね。で、丸く作りながらカットラインを丸く収めて切りながら、ここまで無理やりつなげるっていうのはやっぱシザーでしかできないので、ちょっとこれはよく見ていただかないと分かんないんですけど、大体水平にこう引っ張っていただいてですね、で前髪のラインが見えますよね。で、ここをくるっとねじります。分かりますか？ここにこういうラインを作りたいだけなんですね。くるっとねじって、で逆刃なんですよね。 R2 セニングの逆刃を使って、使うのは刃先の3つ目か4つ目ぐらいの刃しか使いません。そこでぼかしながら、ラインをちょっと丸く描いていくような感じですね。ちょっとやってみます。こうやって滑らしていきますね。そうすることによって、これ一撃でもうすでにこの前髪が横に行くんですよ。これだけでですね。なので、まあ、これを経緯にやっていくともっと馴染むんですけど、ちょっとやってみますね。本当に馴染むのかっていうのは。今前髪がここじゃないですか。で、この前髪さんがどうしてもちょっと今消した方が雰囲気があるんじゃないかっていうことで、で T2 セニングは研ぎが 8% ぐらいなんで、ちょっと前髪の存在をちょっとこれで少し消しましょう。前髪をちょっと消します。T2 でちょっと軽く削ぎを入れて存在をちょっと消して、そうですね、こういう感じに消して、あとはこの R2 で、はい、もう一度ですねやってみましょう。手で、こういう風にですね、これ馴染ますのが大切なんですね。ここでいかに
髪の毛をこう一つにまとめて自分のやりたい方向にこう内巻きに手でなじましていきますね。そしてこの点を覚えてくださいね。ここを逆刃でこういうふうに取っていきます。これで今度はちょっといろいろ使って申し訳ないですけど、ダイバルタンっていうのがあるんで、このダイバルタンを使ってこれを今度なじましていきますね。そうするともう前髪が横の毛につながってくるんですね。ちょっとやってみます。ここを全体をですね、無理やりなんですけどちょっとつなげていきます。そうすると前髪の毛が横につながることによってウェイトの高さが下がるんで小顔効果が出たりとか、あとはちょっとかっこいいラインに持っていけたりとかするんで、これ今何やってるかっていうと、あのヤスリがけみたいなものですかね。先ほど切った R2 で切ったラインをヤスリがけしてるような感覚になります。まあ、基本バックシェイプしながら、ハサミを、このダイバルタンは、枝毛切りだったりとかシルエットをなじませて使えるハサミなので、このような感じにやっていくとちょっと馴染んでいきます。で少し馴染んだ、ちょっと僕まだ見えてないんで実際どうなのかなっていうのがちょっと怖いんですけど、ちょっといいですか。見える？ちょっと馴染んだの分かります、はい、これで前髪の存在なくないですか。ないですね。そうこういう風になるんですよ。すごい。で重さの位置下がりましたよね。はい。ここに下がったと、はい、すみません、はい、そうえ、これがカットでできるんですね。これカラー、これ知ってますかね皆さん。ちょっとこれ破っちゃったんですけど、あのロンドンのやつよく目にしますよね。まあマニパニみたいなもんですけど、まあ、ヘアカラーリンスって書いてますけどね。こちらのちょっと箱が今日使うのは、まずシルバーをまず薄めで、シルバーをベースで使って、で、まあ、ちょっとブルー難しいかもしれないんですけど、まあ、ブルー入れてみましょう。で、右下にブルー入れて、でこう外羽にした時にこう2色出るように表面に、赤、表面に赤系をちょっといきたいなと思います。で赤系のところはモデルさんがちょっとグラがいいって言ったので、赤とシルバーを1対1でちょっと1対1じゃない、シルバー2の赤1ぐらいで混ぜたやつを中間から塗って毛先は赤にしていくぐらいにちょっと表面はしたいと思います。外羽じゃないや、こう、やった時にブルーが遠いからちょっと下ブルー若干入れて、外羽した時にブルーここもあった方がいいから、入れやすい時の方がいいんで、もみ上げぐらい欲しい、はい、はい、じゃあもみ上げを入れます。で、止めておいて、モンノクモですね、そこのところをまず、上と下の段で、まあ耳周りちょっとね、ここ耳の形と同じラウンドさせていった方が、どうしてもまっすぐに取ると耳上のところ薄くなっちゃうのでちょっとラウンドさせてます。それはブルー塗っていっちゃいますね。やりますよ。まあ、今日動画ね、最後まで見ていただいていつもありがとうございます。シェアとかいいねしていただけたらありがたいと思います。あとモデルさんの、イベントとかね、そういう情報とか見れるかもしれないので、モデルさんのインスタグラムかなのちょっと載せとくので検索していただけたら
いいかなと思います、はい、なんか DJ 情報だったりとか、あのいろんなイベント情報、いろんな仕事とかモデルだったりとか、モデル業だったりとか、あと、いろんな、プログラミングみたいな感じとかしてる、はい、なのでインスタとか登録していただけたらいいかなと思いますので、下のところに載っけておきますので、お願いいたします。今日も一日、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またあの早山かしの動画見てくださいね。よろしくお願いします。はい、ではまたお願いします。どうも。